おはよう、メタ。今日はイルカについて勉強してきたのだ。おはよう、ズンダモン。イルカについて。イルカはとても賢い生物なのだ。あまり知られていない能力を紹介するのだ。楽しみにしているわ。イルカのエコーロケーション能力。イルカの最大の特徴であるエコーロケーション能力について話すのだ。どんな能力なの？イルカは音波を使って周囲の環境を見るのだ。それは面白いわね。どうやって？まず高周波のクリック音を発射するのだ。人間には聞こえない音なのね。そうなのだ。そしてその音が物に当たり反射するのだ。反射音をどうやって受け取るの？下顎の骨で受け止めて方向や距離を測るのだ。すごいわね。どんな情報がわかるの？獲物の位置や形状、障害物の存在を把握するのだ。視界が悪い場所でも役立つわね。そうなのだ。深海でも効率的に獲物を探せるのだ。エコーロケーションはコミュニケーションにも使うの？個体間の識別や仲間を呼ぶ際にも使われるのだ。集団での狩りにも役立つのね。群れで戦略的に狩りをするために使うのだ。人間もエコーロケーションできるの？視覚障害者や訓練を受けた人が行うことができるのだ。ただし、イルカのように超音波を発射はできないのだ。舌打ちや杖で地面を叩くことで感知するのだ。なるほど、それでもすごい能力ね。以上がイルカのエコーロケーション能力についてなのだ。イルカの世に知られていない能力。イルカの世に知られていない能力について話すのだ。どんな能力なの？それは感情的な共感力を持っていることなのだ。共感力って具体的にどういうことかしら？例えば他者の感情を察し、傷ついた仲間を助けたりするのだ。それはすごいわね。他にはストレスを感じている仲間を慰めることもあるのだ。イルカ同士の絆が深いのね。そうなのだ。感情を察知する力があるのね。また自己認識能力も持っているのだ。すごいわね。鏡に映った自分自身を認識できるのだ。人間と同じくらいすごいわね。自己意識があるってことなのだ。高次の認知機能を持っているのね。イルカがそんな能力を持っていたなんて初めて知ったわ。イルカは賢いだけでなく、感情や社会的なつながりを重視する生物なのだ。すごいわね。他の動物とは違うわね。以上がイルカの世に知られていない能力についてなのだ。イルカの知能について。イルカの知能について話すのだ。イルカって本当に賢いのね。そうなのだ。海中で最も賢い動物なのだ。どのくらいの知能なの？人間でいうと3から6歳くらいなのだ。それはすごいわね。問題解決や学習能力があるのだ。まるで人間ね。集団で協力して課題解決するのだ。例えば海底の砂をかぶせた獲物を協力して捕らえる戦略を持っているのだ。連携がいいのね。また独自で名前を持っているのだ。名前まであるの？そうなのだ。特定の音声サインで群れの中で識別するのだ。すごいわね。さらにイルカは新しい技術を学習すると仲間に伝えるのだ。知識を共有するの？その通りなのだ。本当に人間と変わらない知能があるのね。イルカはすごい生物なのだ。以上がイルカの知能についてなのだ。ズンダモン、いろいろ教えてくれてありがとう。おかげでイルカについて詳しく知れたわ。イルカは人間と共通するところがたくさんあるのだ。驚いたわ。初めて知ることが多くて勉強になったわ。みんなも見てくれてありがとう。それではまた次回ね。高評価とチャンネル登録お願いね。